吉田慶心は日本、北海道中川郡おといねっぷ村出身のクロスカントリースキー選手。おといねっぷ美術工芸高校、中央大学を卒業。現所属は自衛隊体育学校時特化。札幌市在住。おといねっぷ中学3年時に全国中学校スキー大会フリー種目で初の全国制覇。おといねっぷ美術工芸高校2年時には 全国高等学校スキー大会でクラシカル、フリー、男子リレーの3冠に輝き、学校対抗男子総合優勝に大きく貢献。翌3年時にはフリー種目で優勝。学校対抗でも男子総合優勝をし、2連覇を果たす。ノルディックスキージュニア世界選手権、クロスカントリースキー競技では日本人高校生史上初となる銀メダルを獲得。 中央大学卒業後は陸上自衛隊冬季戦技教育隊に所属。自衛隊での階級は1位。2011年の冬季アジア大会では2種目で金メダルを獲得。2014年2月のソチオリンピックにおいてオリンピック初出場。2017年2月4日、ピョンチャンで開催された W ハイ距離複合において自己最高順位となる6位に入賞。 2018年2月のピョンチャンオリンピックにおいてに大会連続でオリンピック出場を果たす。2020から21シーズン終了後に自身のブログで引退を発表した。ジュニア世界選手権ユニバーシアード U23 世界選手権冬季アジア大会全日本スキー選手権大会。ありがとうございます。